はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。10キロジョギングをしてきました。これからウォークモードを解除していきたいと思います。それではですね、ウォークモードのロックを、解除していきます。先ほどですね、私10キロ走ってきました。まあ、ちょっとね、雨が降ってたんですけれど、まあ、小雨でね、済みました。ということで、10キロ走ってきてですね、まあ、結構モンスターも勝ったと思います。というわけで、解除していきたいと、ウォークモードをね、解除していきたいと思います。はい、では解除。はい。どうだ?はい。359匹ね、モンスターを倒しました。一応13章の6話をね、回っております。まだ、あまり現れない枠の、なんだっけ、なんか青い水色のやつですね。そいつが S4 つ揃ってないので、それをですね、まあ、集めるために13章6話なんですけど、肝心のその、ま、なんたらの魔人かな、その心がありませんが、はい、新しい強敵のブラティーボがですね、S ありますね。はい、これは良かったですね。はい。ということで、あとはテンツクですね。あとは、レックとハッサンですね。まあ、これイベントの心ですよね。はい。ということで、まあまあじゃないでしょうか。まあ359匹っていうのはちょっとね、まあ、戦闘に時間かかるのである程度しゃあないかなと思いますけど、まああと、そうですね、次スカウト情報なんですけれど、銀の卵が5つで金の卵1個、あとは5000歩族2体ということで、ちょっとスカウトは、まあまあ、卵はね、たくさんあるんですけど、まあ仲間にしたモンスターはちょっと少ないですね。ちょっと寂しいですけど、まあしゃあないですね。はい。レンタルふかふか期限切れてしまいました。ということで、あ、そうか。ということは、これはまずい。ということで、ちょっと待ってくださいね。キラーパンサーの卵がね、孵化するはずなんですけれど、ちょっと走ってる途中で、このレンタルふかふかの期限が切れちゃったみたいですね。2572歩です。はい。ちょっとね、レンタルふかふかとか、もう切れる前にね、予約させてほしいんですけれど。はい。まあまあいいでしょう。はい。ということで、キラーパンサーの卵がふ化します。ね、2個ふ化する予定だったんですけど、はい。今回は、ちょっと残念なことが、起こってしまいました。まあまあ仕方ないですね。ということで、どうしようかな。まあ、この5000歩族のこの卵を入れておきましょう。はい。ということで、あとは訓練所の方をちょっと見ときましょうか。はい。1万歩族のモンスター、6体、置いといて、レベル33まで、上がりました。はい。レンタルふかふか期限切れが、ちょっと計算外でしたけど、まあ、しゃあないですね。というか気づかなかったですね。はい。で、スケットなんですけれど、はい。新しいね、イベント始まって、スケットなんですけれど、このレックの絆はですね、絆レベルは20まで上がりました。上限までね、上がったみたいですね。あとは、ミレイユがレベル19、絆レベル19で、ハッサンがレベル18ということで、まあまあまあ、とりあえずこんな感じですね。はい。ということで、レック、レベル20にしといて仕方ないので、とりあえず8さんにしておきましょう。強敵と戦うと、ちょっとね、なんかレベル上がっていくみたいですけど、はい、ということで、とりあえずそんな感じですね。マイレージの方ちょっと見ときましょう。はい、マイレージこんな感じで、あとは、アルクンデスダブルですね。こっち見ときましょう。何歩増えたかな。はい、1万歩ほど、増えましたね。はい、ということで、まあちょうど、このキラーパンサーの卵が孵化するぐらいですね。あとは、こっちの方見ときましょう。モンスターズガンは、はい。ブラティーボのね、方が、討伐が130匹超えたということで、ジェムいただきました。あとはミッションのところですね。あ、ちょっとこれは、まあいいか。はい。ブラティーボの祠今日をですね、まあクリアしたということで、まあその称号をもらえると思うんですけど、とりあえずこれはまあいいとして、はい、とりあえずね、こんな感じ、です。まあ、今回はちょっとね、討伐したモンスターが少なかったですね。強敵討伐すると、強敵討伐オンにして、ジョギングしたので、どうしてもね、時間がかかるんですよね。討伐した後はい、ちょっとなんかね、
結構数秒時間ロスしますので、あれをね、少し改めてほしいなと思いつつ、まあ強敵との戦いオフにすれば全然いいんでしょうけれど、まあとりあえずこんな感じです。はい、ということで、まあ参考になりますと幸いです。まあ10キロ走って、あと、はい、だいたいこれぐらい、ね、なんつう、仲間モンスターなど、あるのかという、まあそういうところの参考になれば、幸いです。ということで、ちょっとね、グダグダになりましたけれど、最後までご視聴ありがとうございました。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ！